皆さんはスシローには行ったことがあるだろうか。もちろんあるぜ。なんたって安くて美味しいもんな。そう、スシローといえば安くて美味しい回転寿司の代表格。そんなスシローには学生やサラリーマン、家族連れなど、様々なお客さんが訪れます。今回紹介するスレはそんなスシローに家族でやってきた一くんに起きた悲しい出来事についてのお話です。それでは本編スタート。ゆっくり見ていってね。2023年8月31日、このようなスレが建てられた。ニート僕スシローでバカにされてしまう。せっかく家族で楽しく食事に来たのに台無しだわ。バロタ。スシローがお前を呼んでいるぞ。バイト募集のとかじゃなくて。一緒に働こうよって意味でね。そらそうよ。バロタ。なんで働いてないの？がはは、ニートがスシロー？お父さんが払うからね。ニートなのによく家族でスシロー行けるな。働こうよ。親がまだ無理に働かなくていいって言うから。マジかよ、もうスシロー行かないわ。こういうのってニートだけ敏感だよな。普通の人は絶対気づかない。カウンター席には貼ってないのにテーブル席だけ貼ってるんだぞ。スシローの悪意を感じるわ。なんて格好で煽ってくるんだ。その寿司抱いてるラッコ懐かしい。ニート歴何年？5年ちょい。これでも新卒で3年働いたんだぞ。たった3年でワロタ。働けかす。働かずに食う寿司はうまいか。サーモンとコーン軍艦ばっか食べてそう。垂れ流してるだけのテレビでもニーと並びましたとか言われるとって反応しちゃう。お前は俺か。僕は全然気にしないけど2着とか2番って言うべきだよな。ニーと並ばせて順番にビンタしたい。どういうシチュエーションだよ。ちょっとだけ笑った。働こうよねー、ガキじゃないんだからさ。舐めてそう。スシロー味落ちちゃったよな。楽しくないのはお前だけだろ。ニートロ頼んだか。このスレは私を攻撃してる。マジかよ、怖くてスシローいけねえわ。ここでスレは終わっています。しかしほぼ同時刻、リップ内でこのようなスレが立っていました。2023年8月31日、このようなスレが立てられた。相談、家族でスシローに来たんですが息子が急に怒って帰ってしまいました。晩ご飯に家族3人でスシローに来たんです。それでバイト募集の張り紙があったので、もう8年くらい働いてない34歳の息子に私がそろそろバイトくらいしたらどうだと言ったんですよ。そうしたら妻がいいね、働こうよ、すごいねで張り紙のセリフを読み上げて息子が切れて帰ったって感じです。これがその張り紙です。シリーズものでワロタ。 50% オフやん。んなこと書いてなくてワロタ。 30% オフだろ。これは失礼しました、よく見たら30ですね。私も老眼が結構きてまして。 30% オフってケチくせえな。これまかないで金取るってことでは。働こうよのアザラシだけ切り取ってニート煽る画像にしよう。息子は寿司が好きなので私も良いと思ったんですよね。息子は大学卒業してから2年ほど働いていましたが、今でいうブラック企業というやつで精神的にやられてしまったんですよね。私も妻もしばらくは休養してもらおうと思っていたのですが、そろそろ私も定年ですし正社員とは言わないのでバイトくらいしてほしいなと思いまして。息子さんはニート歴5年って言ってましたよ。まさか8年だったとは。スシローのバイトなら学歴関係なくできると思うのですが難しいんでしょうか。社会復帰は無理だろ、東大級の学歴でも厳しい。スシローのバイトはマジで誰でも受かるぞ。俺の友達のコミュ障すぎて終わってるやつが受かった。ちょうどいいきっかけだと思ったのですがね。だいたい私は真面目に話していたのに妻が下手な裏声で働こうよとか言うから息子怒ったんですよ。飯の時にそんなおこごと言われたら空気線は。妻が先輩、絶対それ言われたら誰でも煽ってるように聞こえて怒るわ。あなたたちは全く悪くないです。34で怒って帰るはやばい。ブラックで精神やられたのはあれですね。僕もそうでしたが、今では普通に働いてますよ。最終的には働く気が自分にあるかですよ。カツヤのレジで超絶やべえ店員見たことあった。誰でも受かるんだろうな、カツヤのバイト。俺の姉は同じ流れで今は46歳、週に2日だけ働いて家に帰省してます。
あなたの息子さんの未来はこれです。週2日働いていればご立派ですよ。俺の友達はあれだぞ、パチンコ好きで朝から夜までいる。カスだったからパチンコ屋の仕事進めたら受けて受かって、今もその仕事してるやついるな。復帰のコツ等ありますか？俺の友達のパチカス君は趣味でやってたのを仕事に進めたから、その人の趣味をお仕事に進めてみては？俺はちなみにメガゲー好きで小学生の頃にやってて、今でも好きですよ。趣味が変わらない今は店長です。息子の趣味ですか？あまりわかりませんね。ゲーセンなら時給もいいですよ。そっちもおすすめです。もう丸はやめとけ。よければですが、その方のスペック教えてもらっても良いですか？週5で朝の9時30分から夜の12時で閉店、そして次の日の準備。この前はお客様が私のお店の店内で叫んでたから、休みなのに呼ばれるし、息子さんをゲーセンで仕事させませんか？今日の9時から夜の12時まで休憩あり。週4。そんなに長時間は難しいと思います。私でも厳しいです。私と妻は満腹になったのでそろそろ帰りますね。そんな状況でよく食えるな。自分の食べる分くらいは自分で稼げと突き放さないと。つまらない相談に乗ってください。ありがとうございました。ダメ元で帰ったら息子にバイトの話をしようと思います。立てよに。というわけで実施したわら、いかがでしたでしょうか？まさか釣りすれだとは思いませんでしたね。私もすっかり釣られてしまいました。あのラッコはスシローのマスコットキャラクター、ラッコ寿司のマグロラッコというそうです。彼の他にはイクラパンダ、エビウサギ、タマコッコ、カニカマ、タマゴネコ、サーモンシロクマなどいろんな仲間がいるそうです。皆さんもスシローに行くときは彼らと会うことがあるかもしれませんね。それにしてもバイト募集の張り紙のマグロラッコは煽り性能が高いよな。これだけ切り抜いてニートを煽る画像にしようというレスがあったので、当チャンネルで切り抜いてみたぜ。